で、まあ、同じ1200円の商品です。でこれを、まあ、今度は交付費が、1200円まるまるフロントで利益がないからね、商品の最初の売り値が、まあ、ちょっと原価はちょっとこれ省いて計算します。最初の商品が1200円、単価1200円で交付費1200円かけて、で売り上げが例えば2倍になってます。で、最初はさっきは10個だったのが、今度20個売れた場合ですね。そうするとどういうふうになるかっていうと、1200円の商品単価で交付費1200円なんで、ここの利益はゼロです。でもバックエンドで、5000円のものが、20個かけるのは3割 30% なんで6人によります。ですので利益は3万円だ、ね、だからトータルの利益がどっちが大きくなるかっていうのを考えていく必要がある。だから必ずしも最初に広告費ね、まあ、安ければいいのかっていうものでもね、ちゃんと広告費でね、いっぱいかけてもトータルの利益が大きくなるんであれば、そっちの方が OK という場合は、この計算式はぜひ覚えておいてもらった方がいいと思います。自分でこういうところに行っている人は、これを知らないと、いろんな戦略が使えないとか、自分 のどこまでお金使っているかわからないという、でいろいろ、まあ、今まで事例をお話ししてきましたが、まあインターネットで集客する仕組みっていうのはもう単純にこの3つのステップです、はい、でまず、まあ、広告で興味を聞いて、で、まあ、集客のページですね、いわゆるホームページであるかもしれないし、まあ、商品のこれが販売ページであるかもしれないし、あと、まあ、ランディングページっていって、まあ、僕らが言うのは無料の市場請求のページであるかもしれない、まあ、そういった市場請求とか、ね、商品の販売の集客のページで、まあ、詳細を知らせて、そして、まあ、購入とか市場整理などのアクションを起こす。もう基本もこの3つのステップです。ここで表を見て、終了。で、まあ、この3つのステップを、踏むのに、まあ、必要なものとして、まあ、この4つ。まず一つ目が、魅力的な、まあ、これちょっと後でまた解説していきますが、まず一つ目魅力的なオファーっていうのがありますね。で、二つ目が、まあ、クリエイティブ広告、まあ、実際の広告文とかですね。で、三番目が、まあ、ランディングページ、まあ、集客ページですね。まあ、いわゆる先ほどまで言うとそのホームページであるとか、セールスレターとかそういったものですね。で、まあ、4つ目が、まあ、トラッキングツールといいますけれども、まあ、これが、まあ、広告の効果測定のツールですね。どの広告がどういう反応があったのかっていうのを知るツールです。ちょっと解説していきますので、メモを取ってください。で、まず1つ目の、まあ、この魅力的なフォアっていうところなんですが、まあ断りようのないオファーが、まあ、圧倒的な執着約束するっていうところで、まずはそのページで何を提供するのかっていうのを、しっかりと作る必要があります。で、お客さんがこれ、頼んでお客さんは全然損することないよなっていうもの、でこれ断る理由ないよなっていうような、ものを提供すると、まあ執着はしやすくなる。でここにいろいろ、ここの例が挙げてますけれども、まあ、一番ちょっと字がちっちゃいので読んでいきますが、一番上がフリーブックレットって書いてますで、まあ、これ無料小冊子ですね。無料の小冊子、これは、まあオンラインであげるのかもあるし、オフラインで冊子にして、ね、あげるのもいいと思います、無料の小冊子ですね。で結構ね、無料小冊子結構僕もいろんなところで見たりするんですけども、基本これ中身は相手に役の人に立つことを書くっていうのが一番大事ですね。結構ね、無料小冊子でなんか自分のストーリー生い立ちみたいなものを書いてる人がいるんですけど、まあ、それはそれで、まあ、自分を知ってもらうっていう自分を知ってもらう必要がある職業であればいいと思うんですけども、基本は相手にとってなんかこれ読むと役に立つよっていう
ものですよね。あの相手目線だと自分が言いたいことっていうのは相手が、望んでるこういうことを知りたいだろうなってことを勉強したいっていう方がいいと思いますね。で2番目がフリーサンプルなんですね、無料サンプルですね。さっき言ったね、あの化粧品のところ、まあ、化粧品とかよくやってますよね。無料サンプルはね、お試しとかは、無料だったらとりあえずもらっておくか。で、まあ、3つ目がフリーセミナー、まあ、無料のセミナーですね、無料のセミナー、こういったものを、あとは、次4つ目が、フリーサンプルレッスン、まあ、無料レッスンですね、まあ、これは、ね、ちょっと英会話スクールとかそういったところでありますよね。無料レッスン、ね、初回無料レッスン、初回レッスン無料です、ね、体験入学できますとか、そういったものですね。で、次が、フリートライアル、 無料使用ですね。さっきのソフトウェアとかも結構あると思います。まあ、無料ため、まあ、無料サンプルとちょっと近いかも、まあ、無料で試してもらう期間を設けるとかですね。私らがやってる不動産のね、その鑑定のツールも、無料で使える期間があります。10時間は無料で使えます。その後は有料になると。ソフトウェア結構多いですね。なんか無料で、最初の20日間無料、1週間無料で使えます。で、その後、ちゃんと使う場合には、お金払ってくださいねっていう話。で、次がトレードインオフォアっていうものなんですけども、まあ、商品の下取りですね、今持ってる商品下取りするんで、しますよっていうところですね。今これ結構もろに使ってるのがそのなんかなジャパネットとかあったとか、まあ、どこの電気屋も今やってるのかな、ジャパネットとかの方とかはあのテレビを買う、液晶テレビ買うと昔のブラウン化のテレビをなんか5万ぐらいで今日取ってくれるとかっていう、なんかすごいなっていう、まあ、もともと多分その値段入ってるんでしょうけど、なんかね、もともとのブラウン管のテレビ、5万で引き取ってとか、だからすごいボロいテレビだったら、ね、どんだけ得するんだっていうふうに思うので、多分それちゃんと計算で入ってるんでしょうけど、でも一見やっぱそう考えると、なんかすごそうだなって思ってしまった。オファーがありますよね。あれだと、やっぱり、ああ、なんかこれで頼もうかなと思いますもんね、やっぱね。まあ、そういうトレードのオファーですね。あとはフリーギフト、バイングギフト。まあ、購入に対する無料。まあ、ごめんなさい。フリーギフト、バイングですね。ごめんなさい。で、購入に対する無料ギフト。まあ、無料プレゼントですね。まあ、これを、購入すると、今ならこういうプレゼント差し上げますよと、ね。よくやってますね。山崎、パン、ね。山崎春のパン祭りとかで、よくお皿とかプレゼントするじゃないですか。あれも、こういうものですね。フリーギフトですね。あと、ミスタードーナツもよくやってますよね。無料プレゼント。ポイント貯まったら無料プレゼント。あと、まあ、リミテッドタイムオファーっていうのがありまして、これが、まあ、期間限定のオファーですね。まあ、何日までですよとか、オファーです。で、あとは、マネーバックギャランティー。まあ、代金の返金保証ですね。返金保証とかはね、今までない業界とかに持ってくると、やっぱり、すごく、強みになるなって、これだけでも強みになるなっていう、どうかな、プロアクティブかな、なんかニキビケアのあの商品があるじゃないですか、あそこも、使って60日以内だったら、返金しますっていう、ね、60日使って空になっても、ね、容器を崩れたら返金するっていう、ね、それぐらい強烈な返金保証する、ね、そういうのがついてると、まあ、お客さんにとっては、まあ断る理由がないなっていう、だから試しに使ってみようか、そういうものを作れないかっていうのを常に考えるのに大事です、自分の提供しているものでいきなりあのお金もらうんじゃなくて、こういう無料であるとか延期保証であるとか期間限定であるとか、これだとお客さん断る理由ないよねっていう、そういうオファー、まずこれがあって集客がまず成功する、